フィリピン周辺の海底地形フィリピン海溝とは、フィリピン諸島東方のフィリピン海西端にある海溝。サマル島北東からミンダナオ島の東を経て、インドネシアのハルマヘラ島の北東沖に達し、幅はおよそ 60km、長さはおよそ 1400km に達する。ミンダナオ海溝、エムデン海溝とも、この海溝の平均水深は 6000m を超えている。 長さおよそ 800km で、最大水深は 8500m を超えている。ミンダナオ島付近では、特に深く、最深部は1万 m を超え、レーテ島の東のケープジョンソン、海淵ミ,ミンダナオ島の東のエムデン、海淵などが見つかっている。ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界でもあり、フィリピン海プレートが、ユーラシアプレート下に沈み込んでいる。海港北部では、 ベンナム海防が衝突し、海溝は、ルソン島の南東で途切れている。エムデンの名称は、1927年4月に、ドイツ海軍巡洋艦エムデンが、東海域において、音響促進により推進計測を行い、深海であることを示したことにちなんでいる。国際名称としては、2008年に開催された、太陽推進層図の第21回海底地形名。 省委員会においてフィリピン海溝とされ、M 電の名称は M 電、海淵として整理された。地震活動は活発で、この近辺を震源とする比較的規模の大きい地震も発生している。1990年には M7.7 の直下型地震も発生している。海溝型地震も2018年に M7.2、2019年に M6.4。 M6.6、M6.5、2021年に M6.8、M7.2 を観測する地震が発生している。2021年8月12日に起きた M7.2 の地震では小規模ながら津波が観測されており、近年は地震活動が特に活発である。ありがとうございます。